俳優の平泉成79がキャリア60年にして初主演を務め、 A グループの佐野明成が共演する映画明日を綴る写真館6月7日公開の場面写真と、本作で共演した佐藤浩市、黒木瞳、市毛良枝のコメントが到着した。同映画は、アルタ・リサ氏の同名漫画を、監督、秋山淳、脚本、中井由里子により、映画化。寂れた、写真館を営む無口なカメラマン、鮫島、平泉と、彼の写真に心を奪われ、弟子入りを志願してきた、太一、佐野の出会いから、物語は動き出す。